どうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、今すぐ遊べて本当にコラボが面白いスマホゲーム7000を紹介していきたいと思います。今回紹介するゲームのダウンロードリンクは説明欄にリンクを書いていますので、もしね気になったゲームがあったらぜひ遊んでみてください。それでは始めていきましょう。まず最初に紹介するのはチェインクロニクルになります。本作はセガから配信されているオンラインカードバトル RPG ゲームです。そんな本作どのようなコラボかというと、本作はですねソードアートオンラインとコラボです。コラボ期間は8月6日から8月19日までです。コラボ内容は SAO コラボのオリジナルストーリーが遊べます。続いてですね、開催期間中にチェンクロを遊ぶと SSR のキリトがもらえます。またですね、武器の錬金で SAO キャラのオリジナル武器が入手できます。最後にですね、 SAO キャラのキリト、アスナ、リーファ、シノン、アリス、ユウキが 3D モデルとなってチェンクロの世界に登場しています。次に紹介するのは PUBG モバイルになります。本作は100人同時対戦の元祖バトルロイヤルシューターゲームです。そんな本作どのようなコラボかというと、本作はですね桜大戦とコラボです。コラボ期間は8月1日から8月21日までです。コラボ内容はセガの大人気ドラマチックアドベンチャーゲームである桜大戦の新宮寺桜や大神一郎のボイスカードが期間限定で入手できます。またですね、ログインするだけで帝国歌劇団や花組隊員のサンプルボイスカードがもらえます。それ以外にもですね、ツイッター企画で新宮寺桜や大神一郎役の声優さんのサイン入り色紙が抽選でもらえます。次に紹介するのは言霊マンになります。本作は文字を組み合わせて言葉を作り敵と戦う言葉 RPG ゲームです。そんな本作どのようなコラボかというと、本作はですね仮面ライダーとコラボです。コラボ期間は7月30日から8月24日までです。コラボ内容は歴代仮面ライダーのセイバー、エグゼイド、アギト、フォーゼ、オーズ、バースなど多彩な仮面ライダーが登場します。続いてですね、期間中ログインや友達の招待でコラボ限定言霊マンやコラボスタンプがもらえます。またですね、昭和、平成、令和と歴代の仮面ライダーのクイズを遊べます。挑戦した方の中から抽選で豪華景品が当たるので、ぜひ参加してみてください。次に紹介するのはドラゴンエッグになります。本作はドラゴンと共に世界を冒険したり、ユーザー同士が仲間となり共に協力し合う友達対戦バトル RPG ゲームです。そんな本作どのようなコラボかというと、本作はですね転生したらスライムだった剣とコラボです。コラボ期間は8月13日から8月27日までです。コラボ内容はテンスラのコラボガチャが開催中です。リムル、ミリム、ベニマルなど人気キャラクターが登場します。続いてですね、テンスラ限定のイベントクエストが開催中です。コラボモンスター専用の装備や限定サポートキャラクターが入手できます。またですね、7日間ログインでエッジジェムが入手できます。最後にですね、限定ミッションクリアでテンスラ限定のスタンプが入手できます。次に紹介するのは逆転オセロニアになります。本作はオセロだけどオセロじゃない、スマホで遊べるオセロと RPG を混ぜた新感覚オセロバトルゲームです。そんな本作どのようなコラボかというと、本作はですね犬夜叉とコラボです。コラボ期間は8月16日から8月31日までです。コラボ内容は期間中にログインした全てのプレイヤーに犬夜叉が入手できます。続いてですね、犬夜叉コラボ記念ガチャが開催中です。毎日ログインで最大16回分犬夜叉コラボ記念チケットガチャが無料で入手できます。またですね、大決戦至魂のかけらを探してが開催中です。犬夜叉の名場面を追体験できます。クリアすることでね、犬夜叉コラボ記念壁紙が入手できます。次に紹介するのは白猫プロジェクトになります。本作はコロプラが開発した誰でも片手で簡単操作ができる本格 3D アクション RPG ゲームです。そんな本作どのようなコラボかというと、本作はですねシャーマンキングとコラボです。コラボ期間は4月30日から8月31日までです。コラボ内容はシャーマンキングのコラボガチャ開催中です。毎日1回無料で引けます。またですね、ビンゴミッションやスゴロクでシャーマンキングの限定スタンプや称号が入手できます。最後に紹介するのはモンスターストライクになります。本作は育てたモンスターを自分の指で引っ張って敵モンスターに当てて倒す協力アクション RPG ゲームです。そんな本作どのようなコラボかというと、本作はですねドクターストーンとコラボです。コラボ期間は8月2日から8月31日までです。コラボ内容はドクターストーンコラボクエストが遊べます。
またですね、ドクターストーンのコラボガチャ非搭載でね、石神旋空だったりクロムや琥珀たちはコラボクエストで手に入るアイテムを使用することで入手できます。こんな感じでですね、今日は今すぐ遊べて本当にコラボが面白いスマホゲーム7000を紹介しました。少しでもね、参考になれれば幸いです。こちらのチャンネルは暇つぶしに遊べれるスマホゲームから、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームまで、たくさんのスマホゲームを紹介しています。またですね、公式 LINE ではスマホゲームのお得情報を定期的にプレゼントしているので、もしよかったら公式 LINE も登録してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。We know.